東京都観光汽船株式会社は東京都に本社を置く海運会社。東京港及び隅田川で定期旅客航路を運航している。現在の社名の読みは東京都観光汽船が正しく東京都観光汽船ではないかつては東京都観光汽船の読みを公式に使用していた時期もあった。隅田川を航行する航路を通称水上バス 東京港日の出桟橋を起点とする東京港内航路を通称海上バスという故障をそれぞれ使用している。東京ビッグサイトパレットダウンライン浅草、お台場直通ライン、ひみこライン、編集各船舶が定期点検や修理の場合、並びに潮位が高い場合には休行。餃子船あたけ丸航路、編集あたけ丸が定期点検や修理の場合には休行。 便により、周遊ルートが異なる。2008年頃の浅草営業所日の出三橋、編集東京都観光汽船の中枢を担う場所である。運航部、船内売店の事務所、倉庫が置かれている。東京都港区海岸2-7-104最寄り駅、ゆりかもめ日の出駅、JR 浜松町駅隅田川ライン、お台場ライン、東京ビッグサイトパレットダウンライン、 将軍航の五座船あたけ丸、ホタルナライン自社内故障として南側から順に1番から4番と不番している。現在では A 山橋を中心に使用されている。以下の乗り場は2020年8月現在発着便が存在しない。営業に使用する船舶は以下の場所に経由されている。竹芝竹芝客船ターミナルの北側、ニューピア竹芝ノースタワービルに隣接。 水門を通過した浜離宮の対岸に位置する。整備中の船が係留されていることもある。月島中央区と読み町の月島警察署の近くに位置する。日の出桟橋2番から4番に夜間敬船を行う。1番は東京港の外側に面しており、波が高くなることや公共桟橋のため緊急時に他の船が帰産できるよう。 必ず一箇所は桟橋を開けておく必要があるので、通常夜間係留には使用されない。浅草・あ妻橋隅田川ラインの最終便で、浅草に到着した水上バスが係留されていたが、新営業所営業開始後、原則的に係留はされない。日の出桟橋発浅草業の最終便は、浅草桟橋に到着すると竹芝、日の出桟橋、月島のいずれかの係留場所に開港している。 ありがとうございます。